観光情報番組読谷ラジオ。ヘイ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 、いやあいやあいやえいえいやあいや。This program is presented by FM 読谷。読谷ラジスタート。2013年12月28日土曜日、時刻は午前9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ、本日のナビゲーターは前川あやみがお届けしてまいります。 FM 読谷をお聞きの皆様、おはようございます。さあ、もうね、今年最後の土曜日ね、週末入りましたけれども、どんな朝を迎えておりますでしょうか。さあ、読谷村はですね、はい、雲が多いなって感じはしたんですけれども、また海の方は東シナ海の方を見ると、青空とですね、まあ、そこに、広がる、横に広がる雲と、今日も喉がね、ちょっとすいません、今日もですね、読谷村の空は、まあ、広い以上に近いという感じでね、はい、先日ですね、読谷ラジオのブログに読谷村の空っていうことでね、1枚写真をドーンと貼り付けたわけなんですけれども、はい、ある方からコメントで、まあ、読谷村の空って広いっていうよりも近いって感じだねみたいな感じでね、コメントをいただきまして、すごい嬉しかったです。はい、もう本当にその通りだなって感じました。近い、ね、読谷村は空が近いです。うん、今はですね、ちょっと外のお天気、まあ、雲の間からね、太陽がまあちらりと見えてますけれども、今お天気雨、はい、降っていますね。あなたがいらっしゃるところはいかがでしょうか。今サテライトスタジオの方は雨が降っております、太陽とともに。はい、まあ、こういうね、朝には虹が見れるんじゃないでしょうか。っていうのもですね、私はさっきもですね、虹を見たんですよ。はい、サテライトスタジオ上空にかかる虹、まあ、かかるというよりは一部分だったんですけれども、見た方 いましたでしょうかね。え、なんか嬉しいですね、週末から虹を見れると。今日もこの後虹がかかりそうな気がしないでもない、まあね、はい、一緒に読谷村の空を見て、もし虹がかかればメールください、教えてください。私今ねスタジオの中に行って見えないので。はい、さあ、観光情報番組読谷ラジオ、この番組はですね、読谷村に訪れる村外、県外、海外の方に読谷村の良さ、そしてイベント情報なども交えながら、はい、魅力をどんどんたっぷりとお届けしていく番組となっておりますよ。はい、ラジオにプラスユーストリームでの動画配信も行っております。ネット環境のある方は
スマートフォンをお持ちの方は FM 読谷と検索していただいて、現在放送中のバナーから見て聞いて楽しんでいただきたいと思います。そして OTS オリックスのレンタカーをご活用のあなた、ドライブマップに読谷ラジオの A4 サイズのですねフライヤーも黄緑色のやつですね、はい、見つけましたか。はい、挟まっておりますので、そちらも手に取りつつこのラジオ楽しんでいただければと思います。本日も10時までの約1時間私あやみがお届けしてまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。観光情報番組読谷ラジオドライビングナンバーをお届けいたします。この曲をですね BGM に読谷さんやハンドルを切ってください。バン・マッコイ&ソウルシティシンフォニーでザ・ハソー。本日の読谷ラジオドライビングナンバーをお届けいたしましたのはバン・マッコイ&ソウルシティシンフォニーでザ・ハッソーをお届けいたしました。読谷村に来たくなったでしょ。
観光情報番組よみたんラジオ9時からスタートしております。時刻は9時9分まもなく10分になろうとしております。さあ本日のお天気情報を皆様にお届けいたしましょう。沖縄県ね、読谷村がございます。本島中南部のお天気曇りマーク一つ出ております。さあ、すみません飛び飛びになってしまいましたけれども、12月28日午前5時、沖縄気象台発表のお天気概況も、今お届けいたしましょう。すみません飛び飛びになってしまいました。お天気概況、沖縄本島地方の沿岸の海域ではうねりを伴いしけており、明日29日にかけてしけや波の高い状態が続く見込みです。海上や海岸付近ではうねりを伴った高波に十分注意してください。沖縄地方は寒気の影響で曇っており、弱い雨が降っているところがありますということで、はい、出ております。本日の降水確率なんですけれども、1日じゃないですね、夕方6時頃までは 30%、 そして深夜0時にかけて少し収まって 20% と降水確率出ております。風は北の風、波が5メートル後3メートルでうねりを伴うでしょうということで、波も高くなっております。はい、そして日中の最高気温16度と出ておりますよ。うちなんちゅにとっては寒いです。でもですね、この番組の中で地域の方に、まあ、観光にいらしてる方ですかね、取材する時もあるんですけれども、涼しいって言いますね皆さん本土からいらした方は、いやー寒いって言ったられないなって思いつつ、朝布団からねなかなか出れない私なんですけれども、はい、皆さんいかがでしょうか。体調管理など十分に気をつけていただきたいと思います。以上本日のお天気お届けいたしました。観光情報番組よみたんラジオ、この後 CM 挟むわけなんですけれども、リスナー様プレゼント情報と、そしてよみたんなんでも調査団と、よみたん村にございますお食事どころのご紹介などなどお届けしてまいりますので、10時までは、はい、どうぞ BGM 代わりにでもお付き合いよろしくお願いします。さあ今日は12月28日土曜日ということでですね、何の日かなってね調べたらですね、鶏の日だそうですよ。はい、まあ、28だからっていう、まあね、シンプルなそういう理由なんでしょうけど、はい、鶏の日ということで、あの読谷村で鶏が見れる場所ございます。読谷村の宇佐にございます残波岬の灯台、その手前にですね、もうもはやその灯台の場所といってもね、いいほど近いんですけれども、憩いの広場という場所がございます。はい、そこにですね、ティーダサンさんというお食事処レストランだったりだとか、ファミリーでも広くね、球技とかも楽しめるような広いグラウンドだとか、8メートルを超える大きなシーサーなんかある場所があるんですけれども、その憩いの広場の中に、駐車場横にミニミニ動物園あります。はい、そこにですね、ヤギさん、カメさん、ウサギさん、ニワトリさんもいたような気がするんですけれどもね、私の記憶違いかな、ウサギとニワトリ見間違えたのかな、はい、鶏がいたと思うんですけれども、はい、ぜひぜひ、まあ、それをね確かめにも、読谷村の宇佐の、はい、憩いの広場、はい、ミニミニ動物園ございますので、そちら、はい、行って、触れ合うこともできますのでね、餌を飼って、はい、そちらもね、お子様連れの方は一緒に楽しんでいただきたいと思います。そして、毎月8のつく日は
米の特売日ということで、読谷村にございます地域の人々が、ね、集う場所 JA 沖縄読谷ファーマーズマーケットユンター市場では、本日はですね米が特売日でございます。はい、その他ですね、米を買うじゃなくても地域の特産品、お土産品たくさんありますので、読谷村のキナのキナという場所にございますユンター市場ね、こちらもぜひぜひお立ち寄りください。さあ、観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りいたします。この後 CM 挟みまして、リスナー様プレゼント情報をお届けいたします。最近はね、さらに応募数も上がってきて嬉しいね。はい、 CM の後お届けいたします。チャンネルはそのままでお願いいたします。さあ、観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。ラジオどちらで聞いておりますでしょうか。 OTS オリックスの、ね、レンタカーを活用されている方、ね、このラジオ聞いてくださっている方いると思います。ありがとうございます。さあ、オリックスと OTS、ね、レンタカーを借りる際にドライブマップ、渡されると思いますけれども、はい、今ね、旅行ね、観光にいらしている方々が、はい、ラジオを見ながらですね通っていったので、すいません手を振っていましたけれども、嬉しいですね、こうやってこう興味を持っていただいているのかな。はい、さあ、話の続き、すいません、いきましょう。オリックスと OTS のレンタカーを活用される方、ね、ドライブマップ配布される中に読谷ラジオの A4 サイズのですねフライヤーが挟まっております。ご覧になられましたでしょうか、ね、ダッシュボードに入れたままのあなた、まずは取り出してみて、どれのことかなってね、ちょっと見てみてください。はい、旅に一味加えましょうというねワンフレーズとともに、読谷村にございます世界遺産、そして美味しい特産品紅芋、8メートルを超える大きなシーサー、そして三神の神様、そしてですね、ジンベエザメと触れ合える、ジンベエザメに会えるかもしれないという場所、そして無料で楽しめるビーチ、そして読谷村といえばこれというね焼き物、ね、やちむん情報など載っておりますので、はい、ぜひぜひそちらのフライヤーも手にしながらこのラジオ楽しんでいただければと思います。観光情報番組読谷ラジオを聞いてくださっているあなたにお得な情報、そしてリスナー様プレゼント情報ございます。
さあまずはお得な情報からお届けいたしましょう。まずはこちら、読谷村のウフ堂にございます居酒屋ごちそうやさまさまさんからのリスナー様特典情報でございます。はい、読谷村のですね6号線沿いにございます居酒屋ごちそうやさまさま大当たりと書いてウフ堂と読みますね。読谷村のウフ堂にある居酒屋なんですけれども、そちらでですね観光情報番組読谷ラジオを聞いて入店時にキーワードを言っていただくだけでビール麦職人か各種カクテル類酎ハイ各種ハイボール各種もしくはソフトドリンクのどちらか一杯を無料で提供いたします。さらにお子様連れの方はお子様限定でデザートのサービスもいたしますよ。さあ店員さんに伝えるキーワードこちら、年末年始も営業しています。年末年始も営業しております。はい、年末年始もオープンしている居酒屋ごちそうやさまさまでございますね。皆様のお越しというさお越しをお待ちしておりますということでですね、はい、言ってましたって変ですね。はい、ランチもね普段はやっているんですけれども、年末年始はですねちょっとまあそのですねランチするしないでですねちょっと変動があるらしいので、そちらまあ詳しくは居酒屋ごちそうやさまさまと、ホームページもしくはですねフェイスブックでもページを持っていますので、はい、そちら検索して、まあ、Facebook なんかいいねを押してね、居酒屋ごちそうやさまさまさんの情報をゲットしていただければと思います。そして今ね伝えたキーワードを使ってぜひぜひ本日のねディナー読谷村で地域の人が集まる場所がいいねっていう方はねごちそうやさまさま活用してください。以上ごちそうやさまさまリスナー特典情報でした。続きましてこちら、沖縄ハム総合食品株式会社さんからのリスナープレゼントでございます。さあ沖縄ハム総合食品株式会社でもお土産品店でもねよく見ると思いますけれども、沖ハムさんのね沖縄のポークだったりだとか、その他にもですねポークだけじゃないもう本当にたくさんの商品がですね沖ハムさんからあるわけなんですけれども、リスナープレゼントはこちらです。沖縄の郷土料理豆腐用に使われている鮮やかな紅色をした食品原料紅麹を使用した製品です。その紅麹の中にひじきともずくね、なんか沖縄チックな材料が入ってますけれども、ひじきともずく入りの紅麹、こちらですね、まあ、お父さん方のお酒のおつまみだったりほかほかご飯のお供に最適でございます。はい、沖縄ハム総合食品株式会社さんからのリスナープレゼント情報でした。さあこちらのですね、リスナープレゼント応募、メールそして電話でお待ちしております。両方ともですねお名前とご連絡先忘れずお伝えください。メールアドレスこちらです。すべて小文字 FM 数字の786 @ fmyomitan.co.jp FM 数字の786 @ fmyomitan.co.jp まで応募ください。そして、電話番号 FM 読谷です。098-958-7860 098-958-7860もうスタッフしっかり、ね、待ち構えておりますので今電話していただいても構いません。はい、皆様からの応募お待ちしております。読みたん、なんでも調査団。さあ本日の読みたんなんでも調査団、この後ねランチを決めていない方ね、ランチを決めてない方、ランチの場所ですね、はい、決めていない方、読みたん村たくさんお食事どころございますよ。うん、ほらね美ら海水族館に今から行くっていう方も途中で読みたん村
通る方ほとんどね、まあ多いと思いますので、まあ、もしくは国際通りに行くっていう南の方に行く方も読谷村通ると思います。そう、ちょうど読谷村は沖縄県の真ん中らへんにあるのでね、必ずね、あのレンタカーで一度はね前を通ると思います。どうせだったらハンドルを切ってね、読谷村でじゃあまあ食事をしてから目的地また次のね行こうかとか、読谷村ちょっと回っていこうかなんていうのもいいと思いますよ。さあ、そんなね読谷村のお食事どころの中からこちらご紹介いたしましょう。本日私読谷村の宇佐という場所にございますザンパゴルフクラブ隣のですね中華レストランザンパ園になんとランチをいただきに足を運んでおります。今日はですね平日ランチということで、ランチタイム、11時から14時までの間なんですけれども、なんと750円から、はい、ランチメニューが楽しめるということで、今日はですねとんかつ定食、そして、ソーキ汁、そして、八宝菜定食、それから、白身魚の甘酢あんかけ定食がですね、はい、今週のランチタイムメニューとしてあるんですけれども、なんと750円でアイスティー、アイスコーヒー、ホットコーヒーも飲み放題、そしてなんとご飯もスープもおかわり自由となっております。お腹いっぱい食べたい方はもうおすすめでございます。そしてね、今日はその4つのメニューの中から私迷いに迷ってとんかつ定食を、はい、選んでみました。美味しいんです。これがまた、皆さん聞いてくださいよ、このとんかつのサクサクの衣、ちょっと食べてみますね。本当にとんかつがですねサクサクで、でもすごい食べやすい、うん、もう私がもう本当に今食べながら生でこのお声をお届けしているわけなんですけれども、残飯園はちなみにですね建物の2階にございまして、ガラス張りでのどかなサトウキビ畑の風景が、はい、窓から楽しみいただけるところとなっております。店内もですねすごく開けた空間で、広い空間でして、お席もたくさんあります。和室、そして、円形のテーブル、それからですね会議用だとか、はい、会社の皆様でお越しになりやすい、個室などもございます。お子様連れの方はね、和室でね畳間のところでお子様と一緒に食事を楽しむことも可能でございます。はい、ぜひぜひ読谷村宇佐にございます中華レストランザンパ園にですね来て、ランチタイムのメニューどんどん変わっていきますので、はい、ランチタイムとディナータイムとそれぞれメニューを楽しみながら心もお腹も満たしていただきたいと思います。では私は続きのとんかつを食べて、はい、ゆっくり風景を眺めながら食事を楽しみたいと思います。以上です。さあね、なぜこそこそだったのかというと、もうね周りにおじいちゃんたちだらけの中でね、一人で隅っこでね、中継というか実況をしていたので、気持ち分ちょっとこそこそ声になってしまいました。はい、ザンパゴルフクラブというですねショートコースが回れる、ゴルフ場が読谷村にあるんですけれども、そこに隣接されているレストランでございます。でもうゴルフの利用がなくても食事だけでも楽しめる場所となっておりますので、はい、読谷村の宇佐にございます。電話番号は098-958-4080 098-958-4080、ファミリーレストランザンパ園でございます。ご家族連れでも、はい、ご利用しやすいですよ。ぜひ訪れてみてください。以上、読谷なんでも調査団でした。
ねえ何して遊ぶ？何がいい何がいい？何がいい？じゃあ缶蹴りしようぜ。やだやだやだ。じゃあ何すんだよ。ラジオラジオラジオ。ラジオ何聞くの？読みラジだよ。何それ読みラジ？観光情報番組読みたんラジオ知らないの？マジ今から聞く聞く観光情報番組読みたんラジオ。さあ観光情報番組読谷ラジオ9時からスタートしておりますよ。時刻は CM 明けまして9時31分になっております。さあ、皆様どちらでこのラジオ聞いていますでしょうか。のんのんですね、私が今この番組をお届けしているのが FM 読谷の本スタジオを飛び出しまして、読谷村は高志法にございます体験王国紫村、そのですね無料駐車場の向かいにあるサテライトスタジオなんですけれども、はい、もう全面ですね四方ガラス張りで、横ね通っていく観光にいらしている方々丸見えなんですけれども、皆さんね今見て手を振ってくださったりするんですけれども、続々ね車が入ってきております。そして観光にいらしてる方もね、はい、あのレンタカーに乗って広い駐車場に続々到着して、あの園内に入っていく様子が見受けられますよ。はい、皆様今日はどこに回られる予定でしょうか。先日もですね急遽予定を変更したっていうことで、あの観光にいらしてる方がですねラジオ終わって片付けしているところの私に、地図を持ちながら、ここら辺周りなんかないですかということで、読谷村初めてなんですよっていう方いらっしゃいました。今ねサテライトスタジオから近くで、はい、ご紹介できるものまあいろいろあるんですけれども、サトウキビ畑ね、風景を読谷村ならではの風景を楽しみながらずっと進んでいくと、はい、宇佐の方に向かって進んでいくとお菓子御殿さんだったりですね、ザンパロイヤルホテル、ね、次の滞在に考えてみていかがですかだとかね、あとは8メートルを超える大きなシーサー、東シナ海に向けてね堂々とそびえ立ってる大きなシーサーもいますよとかね、はい、ザンパ岬灯台もございますとか、いろいろとおすすめさせていただいたわけなんですけれども、はい、まずはね初めていらしたっていう方は定番スポットから攻めていただいて、そして、リピーターでね何度も訪れているよっていう方はコアなね隠れ家的なカフェだとか雑貨屋だとか、はい、地域の方が集う場所読谷村ございますので、今度は細い道などね中道をドライブしてみるのもいいかもしれないですね。さあ読谷村がございます。沖縄県は中部、多国籍ムード満点で、ねまあ、夜更かし必至のリゾートエリアとしても、ね、過言ではないかもしれないですけれども、ね、看板だとか建物だとか道行く人に沖縄ならではのチャンプルー文化が息づく中部エリア、ね、遊び方も多彩ですし、はい、潮風香る島だなってね沖縄だなって感じる場所でもあります。はい、個性的なね、まあ、ご当地グルメだったりだとか、はい、いろいろございますので、そんな中に読谷村、はい、ございます。さあそんな読谷村のねスポットあれこれお届けいたしましょう。まずはね欠かせない、私が今サテライトスタジオありますよとねご紹介したところ、体験王国紫村でございます。バラエティ豊かな体験メニューが揃う定番のスポットとして欠かせません。かつてはですね NHK の大河ドラマでですね、はい、琉球の風のセットを利用した、テーマパークとしてもね、はい、ある体験王国紫村なんですけれども、こちらですね32の工房101の体験ができる、ね、幅広いジャンルの体験メニューが揃っている体験テーマパークでございます。まあ、例えばシーサーのね色付け、沖縄の守り神ですけれども、その守り神に色を塗っちゃうというねシーサーの色付けだったりだとか、お土産品でもねよく見るチンスコ、それを手作りで作ってみるとは見るとはっていうさ見るのはいかがでしょうかというね体験だったりだとか、
ございます。はい、駐車場もですね無料で広い駐車場完備されておりますので、はい、そして入園料も大人で500円という超格安、子供はもっと安いってことですね。はい、ぜひぜひ遊びに来てください。場所は、読谷村の高志保という場所にございます。看板もですね周りに立っておりますので、看板に沿って、もしくは分からなければ地域の方にね、まあ、聞きながら、はい、竹温国紫村を訪れてください。電話番号が098-958-1111、098-958-1が4つ、竹温国紫村、ぜひぜひ足を運んでください。足を運ぶ際にですね、女性の方、ピンヒールの方ですね、まあ、園内が石畳で、まあ、沖縄の、ね、雰囲気をより味わっていただけるような形になっているので、まあ、ウェッジソールだとかね、足元がおぼつかないような、履物で来るとより、まあね、安心安全に楽しめると思いますので、はい、よろしくお願いいたします。さあ続きまして、読谷スポット、読谷おすすめスポット、続きましてはホテル日光アリビラさんでございますね。まあアリビラさんもですね、滞在はもちろん結婚式だったりだとか、ね、マリンレジャーだとか、はい、体験施設いろいろあるわけなんですけれども、その中から今日はですね乗馬、はい、乗馬のご紹介いたします。ファミリーでも楽しめる乗馬体験がホテル日光アリビラさんで、はい、お楽しみいただけますよ。沖縄、乗馬クラブっていうね、はい、沖縄乗馬クラブによる海を眼下に見下ろしながらの乗馬メニューが楽しめます。説明を受けてその後に、ね、乗馬という形なので、まあ、初心者の方だったりお子様でも、ね、安心して楽しめる乗馬体験でございますよ。はい、もうホテル日光アリビラさんの横はもう海、はい、東シナ海が一面に広がっている、海海海っていう感じですので、チュラ海と馬との、ね、スキンシップの組み合わせっていうのもここ沖縄県読谷村ならではなんではないでしょうか。はい、もうすごいですね、写真もですね、見たり今見ながらですね説明させていただいてるんですけれども、海の中でね馬に乗るっていう、これすごいなかなか他ではできない体験だと思います。うん、ぜひぜひ乗ってみてください。海をバックにですね馬との思い出写真もどうぞ。こちらですね、読谷村のホテル日光アリビラさんは義馬という場所にございます。はい、まあ、詳しい内容が聞きたいという方はですね、代表の番号まで、ホテル日光アリビラ電話番号 098-982-9111、 098-982-9111、 はい、こちらまで。乗馬体験メニューがですね、所要時間もまあ約25分とね、長くもなく短すぎもなくっていう感じなので、はい、ポンとね、あ、じゃあちょっと予定余裕があるから入れてみようかとかね、馬好きなんせね、年明けたら馬ですから、はい、馬ですからっていうさ、馬年ですから私もですね実は馬年生まれで年女なんです、来年、はい、それを機にですね乗馬体験行ってみようと思っております。はいね、行かれた方はぜひぜひ読谷ラジオにですね感想を聞かせてください。はい、ブログなんかにもですねシェアさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ続きまして、読谷村のおすすめスポットまだまだございますよ。続きましてはサンゴの苗作りができる場所でございます。その名も海の種、海の種、こちら読谷村の高志保にございますよ。サンゴの苗作りができる海の種、綺麗な海のための小さなエコ活動ができます。映画でですね、あ、こんにちは観光でいらしてる方が手を振ってくださってますね、ありがとうございます。さあ、海の種さん、サンゴの苗作りができる場所、映画のティーダカンカンね、
ありましたね。ティータカンカンで注目を集めた産後移植活動のパイオニア金城浩二さんが運営する施設でございます。スタッフが産後の生態や苗作りについて丁寧に説明してくれますよ。施設内の生き物も必見でございます。はい、楽しみながら環境保全活動にも参加できる、一石二鳥ね。いいですね。なんかこう気持ちよく体験もできて思い出も作れて、あ、なんか沖縄に自分が作った苗がですねあるんだって思うとなんだか嬉しいですよね。また来てその成長を見るっていうのもできるかもしれないですよ。うん、施設の奥にですね、株作りのスペースがありまして、はい、中央施設内で中央の水槽には移植用のサンゴが、飼育されている。でサンゴの飼育風景というのもですね、はい、こちらでご覧になれますので、こちらですね、所要時間は約1時間となっております。年齢制限があってですね、6歳以上からっていう風にはなっているんですけれども、はい、横で見ることはね可能だと思いますので、たとえ小さなお子様でもぜひファミリーでも訪れていただければと思います。予約が必要となります。電話番号はこちら 098-982-9988 098-982-9988 海の種さんでございます。読谷村の高志穂にございますよ。ね、愛も当日だから厳しいはずって思わずにね、ダメ元ででも予約ねできるかもということで電話してみてください。982-9988でございますね。あなたの産後一つ読谷村の海に、はい、あなたの心とともに一緒に、はい、残していってください。さあ読谷村ですね、もう本当におすすめスポットがいろいろあるわけなんですけれども、今ね体験メニューだとかいろいろねご紹介しております。そして続きましていきましょう。海を見ながらですね塩作りができるテーマパークがございます。はい、塩が作れますよ。うん、あのですね海のもうすぐそこっていうさ、海のすぐそばにあって、海を一望しながらあそこから引いてきた水をね乾かして塩を作ってっていう、なんだかこうね海のこう広さと塩のね塩が来た場所と塩が来た場所うまく伝えきれないですね。まあ塩は海から来るのでね、はいはい、そちらも感じながら、はい、塩作りが体験できるテーマパークがございます。その名もガラ青い海、ガラは英語でございます、 GALA ガラ青い海さん、はい、こちらですね電話番号が 098-958-3940 098-958-3940 となっております。はい、そちらでですね塩作り体験本土ではなかなかできないかもしれないね、読谷村に来た際にぜひぜひやってみてください。ファミリーで楽しめますよ。そして近くにはですね残波岬と、はい、シーサーとございますので、読谷村の北端にあって高さ30メートルの断崖絶壁が約2キロにわたって続く壮大な景観が魅力の残波岬でございます。無料駐車場もあってね、地元の方が釣りだったりダイビングとかもしているようなリゾートスポットなので、こちらも訪れてみてくださいね。はい、お手洗いもございますよ。さあこの後 CM 挟みまして、いよいよエンディングでございます。読谷ラジオのテーマソング、オリジナルソング皆様にお届けいたしますよ。チャンネルはそのまま読谷ラジオです。たるがまたしようがよ。
ついに完成した我々のロケットが。前川君、今こそ飛び立つぞ。はい、隊長。よし、じゃあ出発しようか。ところで、どこに向かうのですか、隊長。そうだな、観光情報番組読谷ラジオを聞きながら決めようじゃないか、前川君。なるほど、観光情報番組読谷ラジオですね。そうだよ、前川君。さあ、観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。9時からスタートしておりますけれども、もう早いものでエンディングでございます。はい、 CM 明けて時刻は9時47分になっておりますよ。はい、今48分にあと3秒でなろうとしております。さあ、どんどんね、あの雲が少しずつ動いてね、読谷村高志穂の上空は太陽もね、顔を出しているなというのが見えますけれども、さあこちらですね、ここで、はい、皆様に、メッセージいただいておりますので紹介してまいりましょう。ありがとうございます。まずはですね、こちら、あ、そうですね、後ろに流れているのが読谷ラジオのテーマソングでございます。はい、こちらを BGM にしながらですね、メッセージご紹介していきましょう。さあ、こちらいっぱいあのね来てるのでねはい、あ、こちらからいきましょうね。はい、こちらですね、私が木曜日、ご紹介できなかったメッセージがあるので、そちらから紹介しましょうね。はい、あゆみさん、おはようございます。ラジオネームなおです。ということで、なおさん、おはようございます。今日も聞いてるかな。昨日 FM 読谷に行ってユンタクひろみさんとお話をしたのですが、ひろみさんも読谷に詳しくいろんな名所旧所を教えていただきました。帰りにザキミ城を後に行ったのですが、クリスマスだけあってカップルが多くて、一人ものの私は場違いかと思いすぐに帰りましたなおさん帰ったんですかですね、はい、でも最近は以前より、あ、こんにちは、ね、あのね、もう今日は観光にいらしてる方が多くて、あの、はい、どうぞどうぞ。今ですね、私が手招きして中に呼ぼうとしております。どうぞどうぞ。まだね、あと5分ぐらいありますので、こんにちは、今お時間ありますか。あの、もうあと5分ぐらいで番組終わるので、よければどうぞ座ってください。はい、ヘッドホンをお付けになられて、どうぞどうぞどうぞ、あと少しメッセージ紹介してからお二人ご紹介しましょうね。どうぞお座りになってくださいめっちゃ 生なんですけれども、はい、メッセージ続きいきます。でも最近は以前より、一般の住宅でもイルミネーションをつけていて、いつも何気なく通る読谷の道もこの時期の夜はこんなに綺麗に変わるんだなと実感しました。皆さん、夜の読谷も料理が美味しくて楽しめる居酒屋さんもたくさんあって、また沖縄の居酒屋にしかない沖縄料理を温かいまま食べることができるので、沖縄を楽しめると思いますよ。詳しくは読谷村役場などに置いてある読谷大鳥マップをご覧ください。ということでメッセージいただきました。なおさん、ありがとうございます。さあ、今ですね、スタジオに急遽ゲストさんが入っているわけなんですけれども、はい、お話聞いてみましょうね。じゃあマイク上げますよ、よろしいですかはい、こんにちは、今日はですね、急に、本当に急になんですけれども、サテライトスタジオ横を通ってた方々、私が手招きしてスタジオの中に入っていただきました女性3名本土からいらしたそうです。ではお名前、お一人一人とどちらからいらしたか教えていただけますか。はい、どうぞどうぞ。平井めぐみと言います。はい、平井めぐみさん、どちらからいらしたんですか。茨城です。茨城、そうね、はい、そして続きまして、長島理恵です。はい、長島理恵さん千葉県から来ました。また違う県から、はい、千葉県。そしてもうお一方、
宮川恵里です。宮川です。あ、宮川恵里さん、はいはい、宮川さんは同じく千葉から、千葉県から、はい、メンソーレメンソーレメンソーレです。実はあんまり普段使いしないんですけど一応行ってみました。はい、いつ沖縄にいらしたんですか？26です。あ、で、もしかして年越しもう沖縄ですか？今日帰ります。でも嬉しい、その帰る日にラジオで出会えましたね。私が無理やり呼んだんですけど出会いましたねとか言ってね、あの読谷村の高志穂のこの紫村には今日初めていらしたんですか？初めてですね。どうやって知ったんですか？ちなみにこの施設はルルブです。あ、がっつり観光して賑やかなお三方ですけれども。ちなみに読谷村は初めてでいらっしゃいますか？はい、初めてです。沖縄は何度かあるんですか？私は2回目。あ、初めての方と2回目の方と、嬉しい。で、今回の旅は、まあ、読谷村の高志穂に、そして大峡谷紫村にということで、はい、嬉しい。この番組、すみません、突然入れられたので何の番組よって感じだと思います。読谷村の、観光情報を皆様にお届けして、もっともっと読谷村を知ってまた来てっていうメッセージを届けている番組なんですけど、後ろに音楽流れてるじゃないですか。流れてる。これもこのラジオのテーマソングで読谷村のアーティストさんが作った曲なんですよ。もうメイドイン読谷っていう感じ。すいません、なんかもうなんですけれども、今日は読谷村の、大峡谷紫村今からね行くみたいなんですけれども、今日は何を中でこうしようかなって考えてますか？シーサーの色付けです。あー、もう定番ですね。もうよ、これ沖縄の守り神なんですよ。守り神に色塗ってくるんですね。失礼。いや、取材する方にもやっぱ色付け体験してきたよっていう方もいるんですけど、うん、なんか髪に色塗るってなんかどうなんみたいな感じで笑いながらそうそうそう言ってた方もいるんですけど、まあ、それもねいいですよね。色付けした後はじゃあお土産で持って帰られるんですかね？そうですね。まさかそこら辺に置いてったらねびっくりですよね。今日はじゃあもう大峡谷紫村、その後にもう今日はレンタカーですか？そうです。レンタカーはどちらのレンタカーですか？日本レンタカー、惜しい。この番組ですね、 OTS とオリックスレンタカーさんっていうまた会社があるんですけど、そちらを利用していたらこのドライブマップってあるじゃないですか、はい、持ってます。その中にこのチラシが入ってるんですよ。なので今度沖縄にいらっしゃるときはOTS、オリックスご活用ください。さあ、もう番組がですねあと40秒少々なんですけれども、はい、沖縄に来ての感想を一言ずついただいてもいいですか？私から、はい、とてもあったかくて、はい、永住したいですね。永住したいです。はい、続きまして海が綺麗です。海が綺麗、ありがとうございます。はい、ビビガーが美味しかったです。もうなんか個性あふれるコメントありがとうございます。さあ、観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課の提供でお送りしました。では皆さんで See you で終わりましょうね。せーの、 See you。後から見る。